東野湖温泉は、北海道阿部田郡東野湖町にある温泉、または東野湖町と須郡総別町の地名。東野湖の南側湖畔に、ホテル、旅館、飲食店、土産物店などが温泉街を形成しており、無料の足湯や手湯がある。温泉街の湖畔には遊歩道や遊覧船の発着場がある。また、野外彫刻を展示している、東野湖ぐるっと彫刻公園があり、 気軽に彫刻を鑑賞することができる。山側には2000年のウッサン噴火で形成された河口があり、間近で見学することができる。1917年6月、三松正夫、杉山晴美、安山岩吉の3人が湖岸で摂取43度の源泉を発見した。これは1910年に発生したウッサンの規制火山である43山の 噴火活動によって誕生したものと考えられている。三松らは翌月に北海道町から利用許可を受け、同年秋には龍古館という温泉宿をはじめ、東屋湖の温泉旅館第1号になった。なお、平家湯当初は床丹温泉という名前であったが、水水にちなんで東屋湖温泉と解消した。年表東屋湖温泉は、 アブタ群東野湖町と薄群宗別町の地名。温泉街の大半は東野湖町にあるが、旧日鉄湖水槽より東側は宗別町となる。東野湖温泉観光協会の所在地は東野湖町にあるが、宗別町の施設も加盟している。地元では、東野湖温泉の故障に湖を抜いて、東野温泉と称する場合があり、旧東野村温泉が、 東野温泉になっても郵便局、NTT 電話交換ビル、信用金庫、ガソリンスタンドなどに、その表記が見られる。また、地区の通称として、温泉地区という呼称があるほか、東野の語源となった、アイヌ語の、とやは、元来旧東野村東野町付近を指す地名であるが、東野港温泉が発展したことから、高東野と呼称する場合がある。鉄道は、 北海道旅客鉄道東谷駅が最寄り駅、高速道路は道央自動車道あぶた東谷湖 IC が最寄り IC になっている。バス道路船舶東谷湖町、総別町駐車区出展防災。ありがとうございます。